ジョン・ルパート・ファースはイギリスの言語学者、音声学者。ファースはヨークシャー州キースリーに生まれた。1911年にリーズ大学を卒業2年後に修士の学位を得た。イギリス領インド帝国の教育部門に就職してインドに赴いたが第一次世界大戦勃発のために軍務でアフガニスタンやアフリカにも滞在した。戦後は ラホールのパンジャーブ大学の英語教授を務めた。ダニエル・ジョーンズに招かれて1928年に、ユニバーシティ・カレッジ、ロンドン音声学部の上級講師に就任した。同時にロンドン・スクール・オブ・エコノミクスや、オックスフォード大学のインド学院でも働いた。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスでは、同僚のマリノフスキと信仰を結び、その大きな影響を受けた。 1937年には、奨学金を得て、再び、インドに渡り、グジャラーティー語とテルグ語を研究した。翌年帰国すると、東洋研究学院の音声学、言語学部の言語学及び、インド音声学の上級講師に就任した。その後、1941年に、学部主任教授に昇進したが、同学部の教員はファースを含めて、わずか2人であった。 ところが同年末に日本が第二次世界大戦に参戦すると東洋アフリカ研究学院はイギリス軍の日本語短期講習の中心となり戦争終結時までに教員は14人に増大した第二次世界大戦中の功績により1946年にファースは大英帝国勲章を除勲された戦時中の1944年に ロンドン大学では英国初となる一般言語学の講座を開き、ファースがその初代教授に就任した。1956年に退官するまでその職にあった。ファースは英国文献学会の1933年以来のメンバーであり、1954年から1957年までその会長を務めた。ファースの言語学理論のうちで最も有名なのは、 コンテクスト理論と因律的音韻分析である。ファースはアメリカ構造主義言語学が意味の研究をおざりにしていることを批判し、意味を言語研究の中心に据えた。ファースはマリノフスキの言う状況のコンテクストを重視し、意味とはコンテクストにおける機能のことであると考えた。因律的音韻分析は当時主流であった音韻論と大きく異なっていた。 音素は単なる転写のための弁法としてのみ認め、音韻分析においては同じ音でも環境によって異なる分析をすべきだとした。また、ファースは、分節的な音の単位の他に微音化、正門化、ソリジタ化などの非分節的な特徴である韻律を認めた。道具主義者であったファースは、発話の背後にある独立したラングのような存在を認めなかった。 言語学は真理を追求するためのものではなく、従って言語理論は無数にあり得たし、言語の一部分だけを説明できる理論であっても良かった。ファースはイギリス国内では有名であったが、自らの理論を体系立てて記したことがなく、国外ではほとんど知られなかった。ファースは多くの言語学者を育てた。それらの学者はファース学派、または ロンドン学派と呼ばれることがある。M.A.K. ハリデーは中でも最も有名でファースのコンテクスト理論を応用してそれを大きく発展させた選択体系機能理論を打ち立てた論文集の翻訳が存在する。ありがとうございます。